台に出て、皆様の向かって息の奥サンネットにちはらさんが、生放送6時までの開催予定でございます。さあ、北海道のソーランよさこい、今年もですね行われたようでございます。さあ、よさこいといえばですね、高知の本場よさこい、そして北海道のよさこい祭り、そしてど真ん中祭り、名古屋のお祭りがございます。この3つを制覇するとですね、そこを制覇したということでですね、全国各地のよさこい祭り、コロナもちょっと落ち着いてきましたので、どんどん参加してまいりたいと思います。さあ、気合の入ったブリュー人の南中ソーラン、そして先ほどソーランに向かってみんな一緒に踊ってください。おっこいしょ、どっこいしょ、みんな、私10分で考えていましたが、もう3分あるので。